それはいつか見た光景だった。それは死のつく雨が煙る午後、大切な人を失った悲しみに暮れ、自らに降りかかる運命に怯え、なすすべもなく泣くことしかできず、ただただ冷たい時間が流れ過ぎるのを耐える。そこにいるのは3年前の私だった。